皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんとユーレクションのリーダー、ギターのあくんです。激辛ジョニーです。で、今回この3人で、やることは何ですか？今日はね、かのんちゃんに青木かのん100のこと聞いちゃいます。はい、今日2人から、50個50個の質問である計100個を、うん、質問攻めになって私が即答するっていう企画です。はい、どんどん答えて学ぶ。初めてかも、だってそうだよ、100個の質問。この前先日出した、答えたくない質問10個も結構好評だったんですよ。なるほど。なんで今日はちょっと本当になんかクッソどうでもいいような質問内容もなんかあるみたいなことを、まあ、それあります、言ったので、はい、100個答えていきます。言っちゃいましょう。セキララに、セキララに、セキララに、はい、即答でも正直になる。はいはい、行きますよ。行きまーす、はい、青木の出身地は？東京。年齢は？27歳。青木が尊敬する人物は？パニーさん。好きな一発ギャグは？炭酸飲んでる。子供の頃の夢は？ダムの工事のおじさん。歌が上手いと思う男性歌手は？エグザイルのアツさん。青木がリフレクションの中で一番モテると思うのは誰？青木かの。一番最後に泣いた理由は？すねを当ててめちゃめちゃ痛くて泣きました。好きな色は？ベージュ。パンツの色は何色が多い？黒。肺活量は何リットル？2リットルくらい。好きなアニメは？ドラえもん。リフレクションの5人の中で一番不潔だと思うのは誰？ヨノッチ。即答じゃねえか。毎週欠かさず見ているテレビ番組もしくは動画はありますか？ドラえもん。毎日ご飯食べてる時に見ます。リフレクションの5人の中で2人きりで飲みに行くとしたら誰と行く？パヤンかあっくん。でも1人だったらどっちか。制作のこと相談したいからパヤンかな。子供の頃どんな子供だった？おちんちんブラブラさせてるような男の子でした。どうなってる？何フェチ？エロいフェチ。なんて言った？エラフェチ。エラ？韓流ドラマとかでエラ張ってる人いるとかっけーと思う。珍しいね。珍しい。そうよく言われる。コンプレックスは？コンプレックスは歯を出して笑うことが苦手なことです。最近のブームは？最近のブームは、冷凍メロンを食べること。よく行くファミレスは？デニーズ。青木が思う夏の歌といえば？湘南の風の10連歌。最近一番ムカついたことは？ツイッターでボケたのにみんなマジレスしてきたとき。毎日欠かさずやっていることは？歯を磨くこと。これまでにした一番悪いことは？ゴミ捨て場にある自転車を勝手に乗り回したら警察に捕まったこと。今何個答えた？わかんない。しょぼくないそれ。はい、次いきます、はい、趣味は？シュークリームを食べること。コンビニ で年収は？最近美味しいと感じた食べ物は？シュークリームのダブルクリーム味、セブンイレブン。好きな柄は？好きな柄は光沢感のある色。服をよく買うお店の名前は？ローリーズファーム。自分の漫画…漫画のキャラで好きなキャラ。お邪魔女ドレミのおんぶちゃん。無人島に持っていくものは？手回し発電機。好きなギャグは？好きなギャグ？ちょっと待って、困った。わかった。前方後円墳。初めて見たけど。転職するとしたら何になりたい？事務作業員。大地震の時最初に何を持ち出す？モバイルバッテリー。リフレクションのメンバーにお中元を渡すとしたら何を渡す？東京バナナ。背中に乗ってみたい動物は？キリン。掴みやすそうだから怖くない。タトゥーを彫るとしたらデザインは何にする？桜。一番モテると思う職業は？YouTuber じゃないの？風俗に行ったことはある？あります。あるんかい。それはソープランドである？いや、行かないでしょ。それはないわ。逆では女として風俗行ったのよ、うん、やめて。好きな家電製品は？スマートフォン。シュー君を見た時の第一印象は？あ、なんか絡みにくそうって感じ。死ぬ時棺桶に何を入れてもらいたい？シュークリーム。好きな挨拶は？カシャカシャカシャリンカ。得意な泳ぎ方は？クロール。リレーの選手でした、小学校の時。憧れのミュージシャンは？ゆいさん。初体験はいつ？男として、女として？男として。わ、ない。あ、じゃあ女としてか。22。あっくんを見た時の第一印象は？人差し聞いてんのかなみたいな。なんかそんな感じです。好きなアダルトビデオの設定は？あー、マジックミラー。ヨノッチにブチギレるとしたら何という？あ
なんで髪の毛のここだけいつもなんか白髪みたいになってんのって、染めなくていいよって、おしゃれじゃないよって。幼少期から変わらず好きなものは？チョコレート。今日財布にいくら入ってる？3000円。好きな女性アイドルは？ A ピンクのチョン・ウンジさん。これがないと生きていけないものは？スマートフォンケース。苦手なことは？走ること。壁にどんな落書きをする？一時停車。抱かれたい男性芸能人は？ですよ。女性だ。いやいやいや即答ですよ。即答だよね。いや、わかんないんだよな、全然。誰？織田裕二。リフレクションの中で最もデリカシーがないと思う人は誰？早いな。コンビニでよく買うものは？シュクリーム。一度説教してみたい有名人は？ミサイル撃つのやめてって、前世は何だと思う？前世。スピード落ちてきたよ。やばいやばいやばい。スズメバチ。それはなんでですか？なんか、ごめん、適当に言った。死ぬまでにやりたいことは？絶望を埋めたい。仲のいい芸人は？仲のいいっていうか、ご飯行ったことあるのは TKO の木下さん。よく使う業界用語は？尺。明日世界が終わるとしたら何をする？シュークリームを食べます。はい。リフレクションのパヤンの好きなところは？真面目な時はしっかり考えてくれるところ。極道用語で一番最初に思いついた用語は？まんじ。それなんか違くない？リフレクションの中で一番腹黒いと思うのは誰？シュウ君。シュウ君、シュウ君嫌いだよね、結構この感じだと。いやいやいや、全然。住んでみたい街は？大阪。生まれ変わったら何になりたい？鳥、あの鷹。もういろいろ襲いたい。時代劇に出るとしたら何を演じたい？落ち武者にしてお侍さんになります。よー。好きな交差点は？スクランブル交差点。それしか思いつかなかった。実際23区で、東京23区で一番おしゃれとだと思う区は？そりゃ我が街。一斉のせ、目黒区。はい。好きなヒーローは？お邪魔女ドレミのドレミッチ。好きな商店街は？一斉のせ、目黒銀座。おい、なんかおい、ずれとるやん。目黒銀座ね。はい、はい。最もストレスを感じる瞬間は？ツイッターでボケた時にマジ許しされた時。ついつい見てしまうテレビ番組は？ガキの使いやあらへんで。自分を将棋の駒に例えると何？おう、早っ。好きな祝日は？日本国民の日。日本国民の日なんてある？国民の日じゃない？怪しい。それっぽいけど。それっぽいけどね。リフレクションの男性メンバーの中で付き合ってもいいと思う人は誰？あっくん。即答ですね。ありがとうございます。夜の営みで感じるスポットは？体の前でも V。 お前、これは真面目な話をすると、そのやっぱり性転換してちゃんと神経を移してるから股間ですよ。言わせてんの？いいでしょ、書いてある。先月の月収は？初恋の人の名前は？たかし。見てる？飼っているペットの名前は？ココちゃん。動物の中で何が好き？犬。おっぱいは何カップ？ C。 躊躇なく答えるのが面白い。乳首の色は何色？薄ピンク。え、もちろんめっちゃ薄ピンクじゃね？それやばいか。そうだねって言えねえよ。俺が見たみたいになっちゃうじゃん。そっか、やばいな。今まで買った買い物の中で一番高い買い物は？パソコン系の機材に110万円ぐらいのカメラも含め。次、ラスト。今まで買ったスマホケースの中での最高額は？18万円。高っ。ビトンの。高っ。カチャってやつ。いかがだったでしょうか。今回は、即答で頑張って100個答えました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter と Instagram、 そして TikTok も画面の下にありますし、あと出演してもらった2人の YouTube チャンネルも画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録、フォローしてねー。してねー。また次の動画でお会いしましょう。